市立香谷中学校は、大阪府大阪市住之江区にある公立中学校。略称、課中。1951年に、大阪市立住吉第一中学校の分校として、現在地に開校した。その後、1953年4月1日付で、従来の住吉第一中学校の校区から、香谷地区を分離する形で、大阪市立香谷中学校として開校し、 2.3年生が、住吉第一中学校から移籍する形になった。創立当初の校区は、大阪市立加賀谷小学校、及び加賀谷中学校の開校と同時の1953年に、加賀谷小学校から分離開校した大阪市立住吉川小学校の2、小学校の校区だった。 開校当初は住吉第一中学校内に分校を設置して1年生を収容していたが、校舎完成に伴った分校は、翌1954年に解消されている。現在の校地の一部はかつて池だったが、その後池は埋め立てられて運動場などとなっている。1993年には大阪市立増見中学校の新設開校に伴い、従来加賀谷中学校校区だった。 住吉川小学校校区を、松見中学校校区に変更している。松見中学校を開校する以前の1992年度、入学生までは、緑木2丁、芝谷2丁、西加賀谷3の4丁、中加賀谷3から4丁、東加賀谷3の4丁も、通学範囲内であった。ありがとうございます。